林、何やってんだよ。人の部屋勝手に入んな。ベッドの下から赤本が出てきたぞ。お前大学に進学するつもりか。高校中退する約束はどうした。高校中退して悪いことして極道になって父さんを安心させてくれ。そんなレールの敷かれた人生嫌なんだよ。それなんだその横分けは。いいじゃねえかよ。なぜメガネをかける。黒板の字が見えやすいんだよ。ちょっとカバン見せてみろ。あ、それなんだ、なぜ母さんの手作り弁当持っていく。ヤンキーは学校抜け出してコンビニだろ。弁当の方が栄養バランスいいんだよ。お前いつからそんな風になってしまったんだ。近所からなんて呼ばれてるか知ってんのか。え、あそこの家のお子さんは真面目よって。父さん恥ずかしくて表歩けないじゃないか。世間体ばっかり気にしやがってよ。おいお前それ何してんだ。英単語覚えてんだ。そんなことしたら頭が良くなるじゃないか。これを覚えてる時だけが嫌なこと忘れられんだ。やめなさい。そうなんだよ。やめなさい。やめなさい。いい加減にしなさい。何しやがんだよこの野郎。親孝行やめなさい。くっそー、ほらー。いや掃除やめなさい。コロコロやめなさい。ゴミ箱の下まで、あ、隅々まで。くっそー。いや消臭スプレーやめなさい。消臭スプレーで大学合格ってやめなさい。そっと置くんやめなさい。そっと置くんやめなさい。こんな家門限までに帰ってきてやる。検事、なんであんな真面目になってしまったんだ。俺の教育が間違っていたか。くっそー。真面目。今大人気なの